背筋運動します。手と足をピシッと伸ばした状態で、うつ伏せに寝てもらい、手足を浮かした状態からスタートします。その際に今度は、対角線上の手と足をもうタイミングを合わせて、浮かしてもらう、その動作を交互に繰り返していきます。ゆっくりでいいから、こっちと、こっちと、ね、同じタイミングで動かしてね。はい、やってみよう。